できるように素敵な時間にしましょう。よろしくお願いします。今回の企画を考えましたのは、やはり東日本大震災を忘れない、風化させない、これを大きな目的として今回取り組もうと思いました。でその中で震災をこう伝えていくっていうことは、やはり非常に辛いこと、苦しいこと、これをもう含めてやはり伝えていくっていうことももちろん必要なことだとは思うんですが、やはりそれだけではなくて、この震災を経験したことによって新たな一歩を踏み出していく、未来に向かってこう歩んでいく、まあ、そういったことも合わせて伝えていくことが必要じゃないかというふうに考えました。その伝えていくということを、まあ、今回ご参加いただいた皆様のお力を借りて、音楽の力を通じて、まあ、そういった発信ができれば、まあ、そんな思いで今回の企画を考えさせていただきました。福島で、しかも地元、自分らの歌が、歌えるということと、それと自分のその後輩というか、未来学園と、花町高校の吹奏楽部と一緒に世代を超えた感じでできることで、もう嬉しくて、もう即答して、趣旨もそうですが、自分の中にとってはやっぱり歌っていうことで、福島を忘れないでね、東北を忘れないでね、今の東北を知って、今の福島も知ってね、でよかったら福島に来てね、東北に来てね、そういう思いで I love you and I need you 福島を歌いました。私自身がすごく感動しました。結果的にはその VR を見ていただいて、福島思い出してもらいたいとか、また福島に来てもらいたいとか、福島出身の人であればですね、また震災から、10年という一つの区切りでですね、思いを深くしてもらいたいというふうに思ったんですけど、私自身がすごくやっぱり感動しました。でやっぱこの場所に来てこの撮影ができたことをすごく嬉しく思ってます。ありがとうございました。VR ってこう360度いろんなところを見れる技術だと思うんですけれど、やっぱり映像中心で見たいところを見るってだけなのかなと思って、で音でももっと貢献できることがないかなと思ったんですね。音だとその場の雰囲気とか響きとかも伝えられる。もっとこう被写体に近づいて、近づいた時の音の感じとかも伝えられるといいなと思って、音と映像を組み合わせて、近づけるズームできる、VR 技術ということで開発に至ったわけです。技術そのものはこの場の空気感とか雰囲気とか伝えられる技術だと思っているので、この場で学生さんが、渡辺さんが一生懸命こう歌われ演奏されているっていうことをうまく伝えられると、いいなと思っています。場所ですよね。場所がやっぱり一番ここだから、ここでしか、できなかったことだと思うので、いろんな人に伝わるといいなと思います。プロの歌手の方とご一緒するのは初めてだったので、すごい緊張したんですけど、演奏していくうちにどんどん楽しくなっていって、すごい楽しい演奏ができました。自分が生まれ育った大切な場所っていうのもありますし、住んでいて感じるのはやっぱり人の温かさとか、人のつながりの深さだとか、そういうのがやっぱり一番の魅力なのかなっていうふうに思ってます。めちゃくちゃ楽しかったです。みんなと演奏できて完成がすごいな。なんかこう緊張したんですけど、楽しくできたので良かったです。お疲れ様でした。